そはうまいことやるんだ、愛が深まるように。集まってくれてどうもありがとうございます。佐藤真志です。今年最後の最高の夜にしましょうね。最後までどうぞよろしく。Yeah.
肩が震えてる。窓の外は吹雪。ずっとこのまま家の中にいよう。毛布にくるまってハーモニカを鳴らして、君がここにいたことを思い出す。やっぱり君のことが好きだと思った。いつも
震災10年っていうね、なかなか節目の、これいい意味じゃないけど、10周年だからね、何なんだっていう、その被災者の方々は関係ないんですから、ずっと大変だし、ずっと頑張ってるし、まあそういうことをね、まあこういう節目だからこそ、まあ思い出して、俺らみたいなもんは思い出して、一日一日を価値あるものにしていきたいと思うんですよ。かけがえのないものですから、それを刻み込んで、また明日も楽しい日々を送っていきましょう。よろしくお願いします。2020年一番最高に心を込めてこの曲を。
僕ら歌いない。